はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ヘブンズ・バーンズ・レッド、始めていきましょう。こちらが本日の支給品です。うん、とりあえず、あ、そうか、3000だから、まず、これ引きます、10回ガチャ。まず、無料で引ける1回分ですね、この時点で。お。2つあるんだよな、ステップ、あ、これは無理か。じゃあ引きましょう。さあ、10年ガチャ。ああ、ダメだ。あ、ん？この一番右なのは？うん。お？新キャラか。ああ、ダメだ。S までだ。S が3つならまあいいんだけど。趣味はなかった。君を憧れてもう多分見てんじゃないの。あれ終わってなかったっけこれ。あ、続きか、前回の。プリコネと勘違いしてる。プリコネのストーリーは終わったけど、こっちは終わってない。あ、プリコネも本当はもうどっちもいいゲームなんで。ブルーアーカイブやりたいんですよね。ただそれやるとアプリがさらに積んじゃうんで難しいとこではあるんですが。ああ、アーサー見つけた。かやもり殿、早いでござるな。もしや拙者を見に来たでござるか。注目してくれるでござるか。そんなことより昨日の話の続きを聞かせてよ。アーサンの忍者への憧れ話、誘拐されたとかのっぴきならない単語で終わっちゃったじゃん。子供の頃に日本に来た時、両親の仕事のトラブルで誘拐された件でござるか。そう、その続き。拙者はそれなりにお金持ちの家に生まれたお嬢様でござった。へえ、想像つかない。どのくらいのお金持ち。マルちゃんみたいにお付きの人いたレベル。ジーヤがいたでござる。お金持ちっぽい。両親の仕事はよく知らないでござるが、慈善事業をしていたようでござる。よく知らない。ただその事業には反対する人も多かったと聞いていたでござる、うん、そうなんだ。まだ小さかった拙者はその意味もわからず、初めて来た日本に浮かれていたのでござる。ドイツでは日本の漫画をよく読んでいたので、そのせいもあったでござるな。日本は楽しいものがたくさんある国だと思っていたのでござるよ。侍と忍者。それ時々聞くけど本気でいると思ってるの？あと腹切りって死んじゃうよ。思っていたでござるよ。そうしたら誘拐されたでござる。なんか一気に話が飛んだ。そう言われても突然誘拐されたのでござるよ。口を塞がれて大きなリュックに詰め込まれて、時間にして5秒もかかっていなかったでござるな。プロの仕事だ。次に気づいた時は縄で縛られて山小屋のような場所に閉じ込められていたでござる。日本は治安のいい国だと聞いていたのに、確かに裏切られた気分だったでござる。
とか、他にも難しいことを言っていたでござる。体の一部を送りつければ言うことを聞くだろうとも話していて、このまま殺されるのではと思ったでござるよ。そんな時でござる、忍者が拙者を助けてくれたのでござる。また一気に話が飛んだ。そう言われても突然助けられたのでござるよ。拙者を縛っていた縄が何か飛んできたもので切られて、こっちですと女性の声が聞こえたのでござる。必死に山小屋から逃げ出したでござる。拙者がいなくなったことに気づいた誘拐犯たちが追いかけてきたでござる。でも追いかけてきた誘拐犯たちは足を押さえて突然うめき声を上げて倒れ始めたのでござる。あれはおそらく泣き菱だったのでござろう。それでも誘拐犯は追いかけてきたでござる。もう逃げられないと思った時、拙者の体が宙に浮いたでござる。背負われていたでござる。顔は頭巾で覆われてわからなかったでござるが、女性の忍者が拙者を背負って山の中を駆けたのでござる。今まで感じたことのないスピードでござった。まるで自分が風になったようでござったよ。もう大丈夫、よく頑張りましたねと言ってくれたでござる。その声は風の中なのにしっかりと耳に届いて、拙者は忍者の背中の温かさを感じながら安心して眠りに落ちたのでござる。次に目を覚ましたのはホテルのロビーのソファーでござった。何もかもが夢のような体験でござったが、あの時感じた優しさは夢ではなかったと信じているのでござる。これが拙者が忍者に憧れるようになった理由でござるよ。忍者、忍者か。考えてみりゃ侍も忍者も確かにいるな。ん？サンマル G のヒサメッチやサンイチ F のイノリンとかある意味侍じゃん。確かにでござる。あと忍者ならマリーがいるじゃん。ん？かやもり殿、それはどういうことでござるか。マリーの実家は忍者の家系でしょ。ここにいたか、探したぞ。あ、ユッキーどうしたの。ライブが近いから朝練するぞって言ったのお前だろ。いっけね、そうだった、だから早起きしたんだった。じゃあね、アーさん。さつき殿に聞いてみるべきでござろうか。うん、あれはキャロル殿がイチゴ殿？ジーズス。キャロル殿どうしたでござる？ああ、今ちょっと落ち込んでんだよ。くだらない。拙者何かしたでござるか。朝から司令官のとこに映画制作の申請に行ったんだけどよ、なんか寝ずに書いた脚本をボツにされたらしいんだ。それと拙者に何の関係が。忍者の出番を極端に減らしていただけだ。それは姑息でござるな。ああ、監督の立場を利用した職権乱用ってやつだ。ノー！映画で主演が監督をするのは珍しくないわ。今回は中盤からずっとあんた一人だけ残る展開だったらしいな。わざわざ人気があるシーンを外すな、死ね。拙者、人気者でござるか。もっと見られたいでござるな。なぜそうなる。相手の目を見ろ、それが礼儀だ。ダブルヒーローで
昨日はご苦労様。引き続き研究日誌の回収をお願いするわ。司令官、昨日山脇さんが報告した足跡の件は？万が一を考えてドローンを飛ばしましたが、通路や各部屋に人影はなかったわ。とはいえ、全てのエリアを確認できたわけではありません。イルマドームでは住民の所在確認をしているわ。あなたたちも万が一を考えて慎重に施設の探索にあたって。了解でござる。お？なんだろう。これもう自分で移動しなあかんのか。文吾、あの施設で何か気づいたことはあるか？ホコリっぽい出来。テンネさん、地下2階にはどのようなセキュリティがありましたか？以前のままならガラスの防護壁が道を塞いでいるだろう。すでにミコちゃんが突破しているので対策は大丈夫そうですね。ヘリポートか。アデルちゃん、どうしましたか？カヤモリ殿に聞いたのでござるが、サツキ殿は忍者なのでござるか？忍者なよな。え、そうなの？初耳だぞ。少し違います。正しくは忍者の家系というだけで、私自身は忍者というわけではありません。それなりに修行はしましたが。してるやん。修行したのに忍者になれなかったんですか？はい、私にはそこまでの才能がなかったんです。それでも教えてくれてもいいんじゃない？私は忍者ではありませんから。それに本当の忍者ならなおのこと名乗りません。まあそうだね。忍者らしい言葉です。ここに忍ばぬ忍者がおるからな。頭の赤いリボンとか忍者とは思えないくらい目立ってるしね。このリボンは外さないでござるよ。せっせの忍者としてのこだわりでござる。そもそも日本の忍者は派手でござろう。そんなことはない。それは漫画やアニメ。無駄が多い。アーデルちゃんです。サツキ殿、拙者忍者としてもっと目立つでござるよ。しのべ、出撃か。これダンジョンを回るんだろうな。さて今日も始めようか。何が出ようと拙者の忍術で切り抜けてみせるでござるよ。アーデルちゃん、忍びましょうね。はいでござる。ん？これはどうなってんだ今。この先へ行けばいいってこと？地下2階だよな。オッケー。ボロボロ的。気をつけて進むわよ。もうエリアって見えてんの？見えてるみたいだな。地下2階はそんなに複雑な構造じゃない。そうですね。ちゃんとゲット。
ひらめきました。やあよっ、お出ましだ。さすがやばきさま。今回一体倒したかな。いや倒してけ、倒しきれてない。強い。それだけのような、ここに西がありました。ドローン、おかしいです。テンネさんの言っていたガラスの防護壁、壁の向こうにキャンサーがいますね。防護壁のセキュリティを解除してあのキャンサーを倒さなきゃ進めないってことね。うん、あそこの端末にパスワードを入力すればいい。ダメじゃん。秘密保護のため通路を遮断します。分断された。一人でやんの。今なんだ。テンネ殿、どうしたでござるか。いろいろと思うところがあるんでしょう。そっとしておいてあげましょう。とりあえず解除するわよ。テンネ、正しい数字は何。え、一度開けてるんでしょ、解除の数字を。覚えておらぬ。ええ、いや、お前どうして準備しておかなかったでキース。お前に言われたくないわ。本当や。解除キーの
が上がっていくわ。ガラスの壁も上がっているでしょ。なんでそうなるんだ。戦闘開始でござる。ボス戦ですね。だがすごい早くもいい感じじゃない。風のささめに勝利は我々が命令。こちら鍛えてるんだ。いつもそして本当だ。お、来てる。埃だらけの床に何をしておる。静かにするでござる。重い足音と小刻みの足音、何かを引きずるような音、おそらく全部キャンサーでござるな。忍者っぽい。拙者でござるよ。今までで一番忍者っぽいわよ。本当にこんなことをして足音がわかるんですか。誇りで目が痛いでき。袖で鼻をこするな。このハンカチを使え。動けなくなっている子供がいるという可能性を考えて行動すべきだと。そう、この際研究日誌は二の次、各部屋をしらみつぶしに探索、子供がいないことを確認しながら進むわよ。了解でござる。さっきから3回入った。でも研究日誌もあるんだよな。この一つ目の研究日誌まで移動です。おかしいです。良さそうなものがあるぜ。いい入れたな。研究日誌じゃなかったのか。
あれファストバスできない。反対今度は。よっこらしょっと開けてられないわね。やるな。こういうのどう？一気に2体やった。いい感じじゃない。もうちょっとだ。オッケー。入ろう。ふむ、ここには誰もおらんな。いないのか。とりあえず中ボスのとこまで行ってみよう。やる。いや、なあ、いや中ボス行こう。中ボスと言いつつそんな変わらんのだけどな。ビスコッティが撃てる。2体倒した。さあ黒すぎり中ボスだが1体。何か落ちてます。もうちょっと近ないとダメ。音操作がすごい嬉しいですね。音操作できるのが。ほなくエンカウント。残り1体。珍しい。あ、まあそうなり倒しちゃったけど。この中ボスまで行こう。2つ目の中ボスまで。あ、逃げた。中ボスも逃げるんだ。あ、中ボスじゃないか。中ボスはこの先か。
さあ奥にも何かありますね。強いですね。なんか強そう。すごいな、エンチャントの組み合わせ。一体倒した。さあもう破れましたね、ガードは。さあオンラッシュが来る。やりました。強いな。で、ひらめきました。ブレイク。チャンスだ。山脇様に邪魔をさせないでね。そこでけ。そこにいた。本当だ。奥に続いていますね。まだ新しいように見えるが、まさかこの先に子供がいるのか。入り口で見たのとは少し違う形にも見えるでござるな。確かめに行きましょう。まだ先があるんだ。どうした？どうかしましたか？この足跡、少し気になるでござる。なんか機械がつけたような足跡に見えるな。足跡っていうよりは。なんでこんな一等倍なんだ？同じ機械的なんだ、この足跡。どうなんだろう。はい、十中八九キャンサーです。引き返しますか？ない。それでも子供である可能性はゼロではないでござるよ。どのみちキャンサーであるなら殲滅対象でござる、うん、このまま進むべきでござらんか。そうだな、神崎の言う通りね。もし子供だったら保護して、キャンサーならぶっ倒しましょう。
キャンサーに連れ合えた子供とか、え、まだ行くのか。うん。ん？キャンサーがいたでござる。いたね。三体。可能な限り子供に危険が及ばないよう排除を。そうね。いっちょやるわよ。了解でござる。ちょっと強いかも、今までの敵と違って。まあもちろんこちら余裕だけどね。勝つのターン数はかかりそうと思ったら3体とも。こんなッシュ強いな、こういう時に。フィリッペの、確かに。そっちは明日に繰り越しね。314、帰還するわよ。私もショップに戻ります。神崎さん、なんでござるか。運命の人と巡り会えましたが、キャンサーとしか出会ってないでござるよ。そうですか。ですがまだ任務は終わっていません。的中率は 53% ですが、当たることを祈っています。さて、拙者は何をするでござるかな。そうだ、さつき殿のところに行ってみるでござる。忍者のことをぜひ聞いてみたいでござる。なんかあんのかな。テンネさんが慰めるように私の肩を叩いている。姉か、東京特許許可局長供給。秘伝書を一つ所望するでござる。ありません。
違ったでござる。さつき殿と話がしたくて来たのでござるよ。見ての通り仕事中です。では拙者も手伝うので話をしながら店番をするでござる。店員同士がお客様の前で世間話をしていたら失礼です。もっともでござるな。では閉店時間に迎えに来るでござるよ。夕方か。ライブを見に来たのか。いやあ、天音殿はご友人たちとライブ鑑賞でござるか。僕たちの作戦の時、かやもりのライブで元気をもらってな。それ以来時間が合えばみんなで見に来ている。一人欠けているのが残念ではありますが、そろそろ始まんぞ。天音さん、あれを。うむ、みんなこれを持て。それはサイリウム。この時代に希代の魔術師たるわしにかかれば発光する魔法薬など朝飯前だ。盛り上がっていくぞ丸山部隊。聞いてくれ、放課後のメロディー。このための新曲か。こういうイベントのための新曲って貴重だな。いいでござるな。最高に目立っていて羨ましいでござる。アンコール、アンコール。しみるな。僕らのセンスならこんなライブができると思わないか。本気か。正しく演奏するだけなら計算で可能ですが、ルカさんたちの音楽はそういうものではありません。何事もセンスの上に積み重ねた経験が必要ですよ。うん、でもやってみたいと思わないか。
がでんでん太鼓みたいになってたぞ。周囲に合わせていただけです。空気読んだだけです。ドラム担当を希望します。なら私はキーボードだな。一番楽なのはどれだ。ドハマりしてるでござるな。ゆえにご友人たちとあのように笑うお嬢様を見ることができます。またいつの間にか背後に。そして隠し撮り。柳殿、やはり忍者なのでは。どうかしましたか。神崎さんが運命の人と巡り合うでしょう。柳殿、昔小さな女の子を助けたことはないでござるか。私は常にお嬢様のそばにおりましたので、そういう意味では小さな女の子を助け続けておりましたが。例えばでござるが、女の子を背負って山の中を駆けたこととか。申し訳ありません、そのような記憶はございません。そうでござるか。いや確かに柳殿ではござらんな。記憶の中の人はおぶられていてなおわかるたわわさがござった。柳殿、顔怖でござる。失礼するでござる。あ、なんていう、そりゃそうだな。なんでとは言わないが、そうだそうだ。さつき殿、迎えに来たでござるよ。少し待ってください。明日の棚入れをしてますので。もう大事。ありがとうございます。やるやん。役に立てて拙者も嬉しいでござる。それで私と話したいと言ってましたが、忍者のことですか。そうでござる。では少し場所を変えましょうか。相変わらずいい景色でござるな。でも、どうしてこんなところで話すでござる？アーデルちゃん、忍者とは忍ぶもの。いつ人が通るかわからない場所で、忍者の話はできませんよ。おお、忍者っぽいでござる。確かに。あと、ヘリの中でも言いましたが、私自身は忍者ではありません。力足らずで、結局家業を任されることもありませんでした。人より素早く動けるので、それを生かしてショップ店員をしているだけです。でも忍術の修行をしたのでござろう。ならそれは忍者で良いのではござらんか。え？拙者はこれまでいろんな忍者のイメージに触れてきたでござる。隠れる忍者、戦う忍者、飛ぶ忍者、燃える忍者、燃える伸びるはなんだよ。能力でショップ店員をする忍者がいたっていいではござらんか。
鍛え上げた技術を使い、お客さんのために働く、うん、そんなサツキ殿もかっこいい忍者だと拙者は思うでござるよ。アーデルちゃん、ところでサツキ殿に2つ尋ねたいことがあるのでござる。何ですか？ぜひとも本物の忍者の修行を教えてほしいでござる。え？それは意味がありません。忍者の修行といっても基本は身体能力の向上です。今のアーデルちゃんは修行で至れる最高地点にいると思います。いやあ、拙者そこまで天才でござったか。それでもう一つの聞きたいことは何ですか？いや拙者実は子供の頃に忍者に助けられたことがあるのでござる。忍者に？その恩人にずっと会いたいと思っているのでござるが、さつき殿は忍者のコミュニティのようなものを知らぬでござるか？そういうのは知りませんね。そもそも今の時代に忍者がまだ残っているのか怪しいですし。そうでござるか。恩人の方の特徴とかは分かりますか？顔は隠れていたし、女性ということくらいしかわからないでござるな。何せ拙者ずっとおんぶされていたでござるから。さつき殿？いえ、手がかりはほぼなしということですね。そうなのでござる。やはり目立ち続けるしかないでござるな。どういうことですか？この頭の赤いリボンは小さな頃から好んでつけているものなのでござる。そういえばショップにも時々新調しに来ますね。いやあ、拙者を助けてくれた忍者が、成長した拙者がわからなくなっても赤いリボンを覚えてくれているかもしれないでござる。だから忍者として目立って、もっともっといろんな人に見てもらうでござる。神崎アーデルハイドという赤いリボンをつけた忍者がいるということを広めて、いつか拙者を助けてくれた忍者にも伝われば本望でござる。あなたに憧れた小さかった女の子が今は立派になっていると、それを伝えたいのでござるよ。それがアーデルちゃんが忍ばない理由ですか？もっとも見られることに喜びを感じるのも事実でござるが、ただあの時にきちんと言えなかった感謝の言葉をいつか届けたいでござる。そうですか。そうでござる。アーデルちゃんの思い届くといいですね。届けてみせるでござるよ。どういうこと？そして3日目。
施設探索も3日目でござるな。うむ、研究日誌を早く見つけねばな。まだ子供の足跡の謎は残ったままですね。しかし昨日あれだけ探しましたが見つかりませんでした。そのあたりの指示も一旦司令部に任せましょう。山内様、ゆで卵の殻がこんなに大きく剥がせたでぎ。偉いわね。でもあまり手をかけすぎるんじゃないわよ。ひとまず現場では私たちの判断を優先するわ。臨機応変に行きましょう。31C 総員、直ちに司令官室へ集合。まだ朝食の時間でござるよ。集合にはまだ時間があるはずですが。水晶玉に陰りが。デザートを食べてる時間はないでぎすか、はい、戻ったら一緒に食べましょう。行くわよ。集合時間を早めてごめんなさい。何かあったの？イルマドームでの住民の所在確認。お、子供が一人足りないことが分かったわ。子供が。聞き取り調査をしたところ、無断外出していた子供が数名いたことが分かったわ。研究施設に忍び込んでは秘密基地感覚で遊んでいるらしいの。ドームの外に出ては危険だなんて基本的なしつけなのに無邪気なものね。山内様、秘密基地でき。あちきたちであの場所を乗っ取るでぎすよ。そうね、考えておくわね。司令官、外出したのは数名なのに足りないのが一人だけなのはどういうの？持ってきたんじゃないの？子供たちは案の定施設内でキャンサーと遭遇した。その際、子供のうちの一人が自分をおとりにしてキャンサーを引きつけたぞ。ではその子はまだ研究施設内に残っていると考えている。ドームから勝手に抜け出したことがバレると怒られると思ってギリギリまで隠していたみたいで、では拙者たちが見たあの足跡はその子供の。該当の子供は女の子、年齢10歳で赤いリボンをつけているそうよ。赤いリボン、まさか。アデルちゃん、司令官殿、一刻も早く救出に向かうでござる。神崎、落ち着きなさい。司令官、施設内の探索は軍として行っているのよね？ええ、探索用のドローンの数を増やしているけどまだ見つかっていないわ。そう、最悪の可能性を考えなきゃいけないってわけね。それは違うでござる。拙者たちが考えるのは一縷の希望でござるよ。その子はきっと隠れているのでござるよ。キャンサーに見つからないように暗いところで一人で一秒でも早く見つけて助けるでござる。アーデルちゃん、そうね、最悪なんて考えるだけ意味ないわ。まだ生きて助けを待っていることを前提に探索をしましょう。わかりました。現場判断での行動を許可します。施設の外では救護班を待機させておくから、子供を見つけ次第速やかに帰還しなさい。了解です。準備をしてヘリポートへ急ぐでござる。ち、子供か。一番あってはならない。うちのサイキックやったらどこに隠れとっても見つけられる気するんやけど。ここはもう普通に。出発の準備はできた？いや、大丈夫でござる。じゃあ、31C 出発よ。いつになく真剣だな。子供のことを考えているのでしょうか。アーデルちゃん、
大丈夫ですか？何がでござるか？少し気負いすぎている気がしたので。そうでござるな。昨日の時点で子供のことに気づいていればと悔やんでしまうでござる。でも気負っているのは別のことでござる。と言いますと？過去を悔いても何も変わらないでござる。今は一人怯えているであろう勇気ある少女を必ず救出する、その覚悟を固めているのでござるよ。そうですね、必ず見つけましょう。やあ。全ての部屋を子供が隠れていると思って探すわよ。時間がかかってしまいそうですね。でもそれしか方法がありませんね。神崎、床に耳当てるやつは使えんのか？子供が動いていればわかるでござるが、隠れてじっとしていたら聞こえないでござる。時間が惜しいわ。行くわよ。1階からスタートか。まあ仕方ないな。乗り越えなくて。した？あちきならあそこでき。なんと、こんなところに死角が。やるじゃないか、文豪。その調子であんたが隠れたくなる場所を指さしていきな。お安いご用でき。お前もたまには役に立ってみせるでぎすよ。さすが、一体倒してない。で、オンラッシュが来る。強いオンラッシュ。
か落ちてた。片付けるぞ。風のささめき、勝利とは我らのイメスミよ。いいぞ、この分がやっまでけんや。くらえ、さすがと言ったところね。もらった。けい、なんだろう。ずっと引っかかっていたことがあったでござる。拙者たちはセキュリティを解除しながら降りてきたでござる。なのに子供の足跡は先に仮想にあったでござる。言われてみれば確か。拙者たちより小さな体。たちはダクトを使って最下層まで一気に行ってしまったけど、まだ未踏のフロアがあるだろう。私もダクトからですが、お嬢様たちが立ち入っていないフロアを確認しております。わかったでござる。子供はダクトを使って移動していたでござるよ。わしらが最下層まで行ったあのダクトのことか。同じかはわからないでござるが、柳殿が移動に使ったと言ってたでござる。3-1Fの部隊長は何をしていたの？それは今は置いておくでござるよ。もしかしたらダクト内に隠れている可能性もあるでござる。なるほど。ドローンで見つけられないのはそういう理由ってこともあるわね。とにかく最初に足跡を見つけた部屋まで行くでござる。やるとしよう。あの、乗り越えなくても何かあれで、乗り越え
さ。あるな。では。やるとしよう。じゃあ倒した。おなし。でブレイク。一体か。じゃあシクローで。アデルちゃん、あそこです。あれでござるな。あのサイズはわしらが通ったダクトより狭いな。私たちじゃあそこは無理。ここは拙者の出番でござるな。サイズおかしくない？どうなってんの？じゃ、忍者でござるから。説明が雑いわ。アーデルちゃん、まさかそこを通っていくつもりですか？間違いなく痕跡があるはずでござる。だって子供のいる場所への最短距離でござるよ。カードどうするんだ？サツキさんも吸い込まれるように入りました。あんたまで？サイズおかしくない？どうなってんの？私ならアーデルさんに一緒に行けます。サツキ殿は。分かったわ。でも気をつけなさい。こっちはこれまで通り部屋の中を探すわ。じゃあ、ではサツキ殿。はい。
務が終わったら、もっとさつき殿のことを聞かせてほしいでござる。忍者ではないので、望む話は聞けないかもしれませんよ。違うでござるよ。さつきマリのことを聞きたいのでござる。それでしたら、いくらでも。なんか変な、赤いリボンの女の子見つけました。だろうな。待ってください、逃げないで。さつき殿、ここは拙者が。やだ、怖いよ。待つでござるよ。君は忍者でござろう。リボン、お揃いでござるな。拙者に見覚えはないでござるか。まさか自立式人型セラフ。タイプ忍びでござる。本当、あの映画の仲間を助けるためにおとりになったのでござろう。すごいでござるな。忍びは自分を犠牲にしてでも仲間を守ろうとしたから、それがかっこよくて、あんな風になりたかったけど、やっぱり怖くて。怖くて当然でござるよ。だからこそ君は立派でござる。立派でかっこよくて尊敬できる忍者でござるよ。安心したのでござろう。小さな体で恐怖に耐えてよく頑張ったでござる。この子を連れてダクトを戻るのは無理そうでござるな。一度フロアに出るでござるよ。うん、その方が良さそうですね。戦闘を回避しながら全力で山沖殿たちと交流、そのまま施設から脱出でござる。わかりました。ではその子は拙者が背負っていくでござるよ。はい、任せました。ここ随分と広い場所ですね。あちこち焦げているでござるが、ここが丸山殿と天礼殿が言っていたキャンサーを研究していた場所でござろうか。アーデルちゃん、脱出作戦簡単にはいかないようですよ。え？見事に通路を塞がれているでござるな。一旦その子を下ろしてキャンサー殲滅を優先しましょう。うん、かなりの強敵のようですが。問題ないでござろう。こちらは忍者が2人、分身の術を使えば3たす3で6人でござる。私は分身の術なんて使いませんよ。え、忍者の修行をしたのでござろう。普通の忍者は分身の術なんて使いません。うん、いけそうでござる。
そ、目に物見せてやろうぞ。どうだ、やるね。なかなかしぶとい。まあダメージはほとんど食らないからな、こちら。めんどくさいだけだな。もうちょっと。転がった。自分が少しでも認められたいという身勝手な考えからだった。あなたが抱いた憧れからは程遠い。まさか。でもそれでもあなたは私の背中を追いかけてくれた。それだけは揺るがない事実。
やったか。かっこいい。あれ？足に力が入らないでござる。アーデルちゃん、サツキ殿、この子を頼むでござる。子供を投げた。受け取りました。アーデルちゃんも早く。よかったでござる。神崎！もう走る力も残っておらん。やばいやばい。大丈夫。よく頑張りましたね。風の中なのに、しっかりと耳に届く声。いつか聞いた声。いつか感じた温かさ。覚えていますよ。修行に明け暮れていた時、小さな女の子をこうして背負ったことを。赤いリボンをした可愛い女の子です。自分の力で誰かを助けられるなら、そして認められるならと。あなたは助けられましたが、父には叱られました。本当に私はいつだって身勝手な人間でした。家業を継ごうと修行の毎日を送りながらも、落ちこぼれとなった存在で、父からは相手されなくなり、兄たちからは同情される始末で、母の思いにも気づけなかった。そろそろマリには告げないと判断してほしい。兄たち
ちのようになれると思い込んでいた。それさえしてくれたら兄も諦めてくれるはず。自分ならできると思い違いをし続けてしまった。まだ頑張るのですね、マリー。母の気持ちなんて考えもせず頑張り続けてしまった。私の言葉でもあるんです。ありがとうございます。お疲れ様。イレギュラーな戦闘があったけど、無事ドームの子供を救出してくれて感謝するわ。ただその戦闘の結果、研究施設は崩落してしまい、これ以上の研究資料の回収は困難に。その点だけは残念。本来の任務は失敗ね。申し訳ない。いえ、もちろん人命の方が大事よ。あなたたちはよくやってくれたわ。ふん、待つがいい。俺残りの研究日誌ならわしがちゃんと回収しておる。え、いつの間に。皆が子供を探している間にわしは研究日誌を並行して探しておったのだ。なぜすぐに言い出さなかったのでしょうか。自分はできる人間だと演出したかったんだと思います。ふふー、聞こえておるわ。少しもったいぶっただけだ。え、お前役に立つことができたにぎすか。くそー。何するでぎー。ヘルメットをグリグリするなでぎー。敬意はともあれ、任務完了ね。改めてお疲れ様。カットやったで。布切れで映画に飛ぶもんじゃの。拙者目立っていたでござるか。じゃあ次はイチゴとマリアのキャッチボールよ。断る。死ね。人気のシーンは外さない方がいいんでしょ。レッツキャッチボール。お疲れ様です。撮影順調ですか。おお、さつき殿に桜庭殿を見に来てくれたでござるか。ドームの子供たちからの熱望で忍者映画を撮ることになって、拙者ご機嫌でござる。
ちゃんどうぞ。イルマドームのあの子です。名指しでのファンレターは嬉しいでござるな。ところで神崎さん、運命の人と巡り会えたでしょうか。任務の初日にヘリで勝手に占ってきやがったやつですね。どうなのでござろうな。的中率は 53% ですので。これでござる。ファンレター。未来の忍者には出会えたでござる。それが運命の人ですか。かつて忍者に憧れて拙者は忍者になったでござる。そんな拙者に憧れてくれた少女でござる。そういう意味では運命の人とも言えそうでござるな。憧れがつながり、未来が生まれていく。それはとびきり嬉しいことでござるよ。アーデルちゃん、よかったですね。あなたが健やかに過ごされることを祈っています。やあ、よっしゃ。
なんだこれ。もう一気に強化できる。いいよか。
そうか、キザレベル上げる必要があるのか。はい、ということで、今回ここまでとしたいと思います。次回はまたメインクエストをやっていくかと思います。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。概要欄、プレイリスト、ブログ、ツイッターございます。ツイッターのフォローぜひお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。